こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンでは Q&A 方式のやり方で進めさせていただきたいと思います。前回の動画でですね、ご質問を募集したところたくさんのご質問をいただきました。本当にありがとうございます。今回はその質問の中から一つの回答をさせていただきたいと思います。質問の内容はこうです。いただいたのは内田様からですね。いつも拝見しております。ありがとうございます。ビジネスゾーン練習では距離はどの程度出るのが正しいでしょうか？私の通っている練習場では30ヤード旗があり目標になっています。7番アイアンですとオーバーして40、50ヤードまで転がります。45度のウェッジで30ヤードになります。解説をお聞きすると大きく打ちすぎているように思いますがいかがでしょうか、というご質問ですね。ビジネスゾーンの練習をする際にどの程度の距離を出すのが適切か、というご質問だと思うんですが、これはですね、まず私がですねやってお見せしますのでちょっとご覧になってください。使用クラブはサンドウェッジです。もう一度やってみましょう。サンドウェッジのビジネスゾーンのスイングはこの程度のスイングで打つことが理想になります。具体的に言いますと、サンドウェッジですとキャリーといってノーバウンドで飛んでいく距離が10ヤードを目安にしてください。アプローチウェッジですと12、13ヤード、ピッチングウェッジですと15ヤード程度を目安に、またそれ以上クラブが上がっていくにつれて少しずつキャリーも大きくなっていくというふうにご理解ください。多くの方がですねこのような形でビジネスゾーンの練習をされている方が多いです。ちょっとご覧になってください。このような形ですね。ダウンスイング以降少し手を使って強く打ってしまっている方多いです。例えばサンドウェッジでも30ヤード以上40ヤードというふうに飛ばしてしまっている方多いんですが、ビジネスゾーンを練習するそもそもの目的というのは正しいスイング作りです。正しいスイング作りをする上で速い速度でやってしまいますと目的としている動き、例えばヘッドアップをしないように、あるいはバックスイングのクラブの上げ方、何かを意識している時その動きをコントロールするのが難しくなってしまいます。やはりゆっくりとした動きで速度を落とした方がコントロールがしやすいわけですよね。ですから今回私が言ったように10ヤード、12ヤード、15ヤードというような各クラブでの適切な距離をコントロールしながら正しい動きというものを作って練習をしていただきたいと思います。そうすることで正しい動きというものが身につきやすいということですね。これはですねドライバーを使ってビジネスゾーンを練習する時も、7番アイアンでビジネスゾーンの練習をする時も、サンドウェッジで練習をする時もゆったりとした動きで、打ち急がずに練習をしてみてください。そうすることで、ビジネスゾーンの効果が最大に発揮されるということですね。内田さん、今回はご質問いただきましてありがとうございました。